トップイングサイバーサウンドグループの菅沼です。なんでこのホテルの部屋で撮ってるかというと、今ですね、ドイツのミュンヘンに、来ています。なんで来てるかというと、ミュンヘンハイエンドオーディオショーというですね、世界で一番規模の大きいオーディオの展示会が、明日から、行われるんですね。で、それのために、商談であったりとか、ブースとかメーカーの、どんなメーカーが出てるのかとか、見てたりですね。あと、個人的な興味のある、ブランドメーカーの機器を、聞いたりとか、まあ、そのために来てるんですけども。で、ショーの開催、明日からなんですね。で、前乗りしてるんですが、今日はフリーなので、何をするかというとですね、まずミュンヘンに来るとやるのは、まずビールを飲む。で、ビールを飲むのと、あとホワイトアスパラが、ちょうど解禁なんですね。5月のこの時期ですね。なのでホワイトアスパラを食べるのに。で、ホワイトアスパラすごい美味しいんですけども。で、それで3つ目がレコードを買いに行く。掘り出し物があるのかないのか、見ていこうと思います。もうドイツにまで来て、もうレコードを買いに行きました。で、レコードショップ、何店かやっぱりコロナの影響で閉まってしまっていたんですけども、まあ、昔からやってるショップが1店、開店していたので、無事そこで、まあ、いいもん買いました。オイロのデスクが多かったですね。ザンデルリングのシベリウス、あとオイロでもメロディアのライセンス版が多かったですね。非常に多くて、あ、こんなの出てたんだ。メロディア版ってすごい版質悪いんで、まあそう、まあ、クレーメルの、テミル・カーノフのやつとか、あとは、あ、これはデュクレ・トムソンなんで、フランス版の、やつですね。あとこれはフィリップさんでフランス、オランダ版の、アルゲリッチとフレーレの、まあ、有名なやつ。あとこれもメロディアとオイロの、ライセンス版で、ソコロフがピアノやってる、ショパンのピーコン1番。まあ、あとこれちょっと珍しいかなと思ったんで買ったんですけど、フェドセーフの、シェフラザード、これビフターで日本でよく見る版ですけど、これも、まあ、いわゆる、メロディア原版ですけど、オイロのやつですね。明日からミュンヘンハイエンドショー、開催されますけども、まあ、もちろん我々の取扱いブランドのハイファイオーディオ M2 テックの、紹介もしますし、あとはですね、日本であまり取り扱いなくて知られていない、でもなんか音が良さげだなと思った、ブースの紹介等々も、まあ、我々の YouTube チャンネルで、おまけ的な要素でやっていこうかなと思います。で、日本で取り扱いのあるものはですね、基本的には、雑誌社さんが取材してますので、そちらのレポートをぜひお楽しみに、参考にしていただければなと思います。で、できれば明日から時間を見つけて毎日編集して、1日1本ペースで、上げていけたらなと思うので、ぜひ期待していただければなと思います。じゃあ、明日もまたお会いしましょう。